こんにちは、そしてこんばんは、チャンネルよったんでございます。今日は2020年の7月の24日、金曜日ですね、23日から26日まで4連休になっている2日目の24日金曜日、スポーツの日です。はい、今日もドラッグストアを回りながらテピカジェルを探しに、東本清掃しました。三重県四日市市近辺の方を回った結果を、お届けしたいと思います。巷ではですね、 GoTo キャンペーン、 GoTo トラブルなるものを、政府が打ち出してるんですけれども、くしくもですね、昨日ですね、 GoTo トラベルキャンペーンの2日目ですね、日本全国で感染者数が、900名を超えたと。もう1000人超えるのも間近となっていると思います。でそういう状況の中で、私もどこにも行かず、昼ご飯食べに行くぐらいなんですけど、このね、なかなか手に入らないテピカジェルを入手すべくね、また東本清掃しました。はい、でですね、今日は、順番通りいきます。また新しいね、ドラッグストアも追加しました。もう報告しないドラッグストアもありますので、お届けしたいと思います。まず最初行ったのが、ウエルシア薬局四日市常盤店。朝の9時5分前ですね。ちなみに一応並びました。入ったところ、ここは3カ所売り場があります。でこれがメインの売り場ですね。入って右の方に進んだところに、多分お客さんここだけ見てなかったらそのまま帰ってるんだと思うんですけど、これがメインのマスクとかジェル置いてるところになります。でマスク、どこのメーカーかわからないものがあります。でこのジェルあたりも中国製韓国製ですね、というのがこれメインの売り場です。皆さん知らないのは、もうちょっとこれを奥に行ったところに、ここですね、あるんですよ。ここにテピカジェルとかそのあたりのものが、ちょっと見えにくいんですけど、そのあたりのものの専用の置き場所になっています。こういう、ちょっと見にくいんですけど、こういうものですね。これテピカジェル、ここにあります。の売り場所になっています。それともう一個、ちょっと反対側になるんですけども、ここにもあります。で、ここはハンドジェル、消毒液メインのとこでして、こういう、ビオレユーの手指の消毒液とかもありますけれども、肝心のテピカジェルはありませんでした。実はですね、ここはちょっと前に、2日前、先週の日曜日かな、土曜日か日曜日に行った時に、これがありました。サラヤのハンドラボっていう、これアルコール度数 80% ぐらいあるものです。これ日本製なんで、これが5個あって、私は3つ買いました。その時ね、たまたま個数制限なかったんで、5つ買うのもちょっとあれなんで、3つ買いました。なので、これもね、テピカジェル並みにいいものだということで、うちの家では、ストックが3つあります。これはですね、サラヤ株式会社メイドインジャパンですね。同じように、サラヤの、ハンドジェルはあるんですけれども、このハンドラボってついてないやつは中国製になりますので、ね、日本製ではありません。次にですね、V ドラッグ中川原店に行きました。ね、ここに座ってる人がいました。それが、ね、声かけてきたんですよ。ちょっとびっくりしたんですけど、こんにちは、なんやらとか言ってね。はい。ここは売り場所は1箇所です。で、ここも、メーカーがわからないようなマスクがいっぱいあります。これは、アイリスオーヤマかな。このタイプはね。中国製ですね。では、まだ一番いいかなって感じです。アイリスオーヤマのこのマスクね。個別包装の7枚入りと、個別包装でない7枚入りがあって、
個別包装でない7枚入りの方がちょっとサイズが大きいんで、私は個別包装でないアイリスオーヤマのこのマスクを買っています。あとジェル、ハンドジェルですね、テピカジェルはありませんでした。これが売り場のところか、売り場のところですね、にもありませんでした。次に行ったのがドラッグ杉山時場店、ここはまあ置いてるのは1箇所でして、ちょっとマスク、どこのマスクかわからないマスクがあります。でこれが売り場所、ハンドジェルですね。これもテピカジェルはありませんでした。で一つ間違えたらいけないの、ここだけちょっと説明しておきますね。これね、アルコールジェルってあるんですよ。これ皿屋の、手指消毒アルコールジェルなんですけれども、これは中国製です。ハンドラボって書いてないから中国製になります。さっき紹介したね、サラヤのハンドラボのものはメイドインジャパンなんですけど、これメイドインチャイナになります。もちろんテピカジェルはありませんでした。次に行ったのが杉薬局久保田店ですね。でここも売り場所は1箇所ですかね、1箇所なんです。マスクとメーカーわからないマスクね、あとテピカジェルはありませんでした。サラヤのハンドラボもありません。でこれがちょっと大きめに撮って、広めに撮ったところですね、こんなわけわからないって言ったら怒られるけど、そういうマスクが大量にあります。で次行ったのがこれ新しく追加、杉薬局末永店ですね。ここも1箇所ですね。消毒液ですね、消毒液の場所ありません。テピカジェルはありません。でこれがちょっと大きく広く取ったところ、マスク、マスクもね、あの目新しい知ってるメーカーのものはありません。次行ったのが、これもね5分前に並んだ、10時開店の5分前に並びました。サンドラック四日市店ですね。唯一、テピカジェルの陳列棚のあるところですね。で行きました。5分前に並びました。でその前にここの横にあるまたこの浅野らしさ、プロサッカー選手の浅野さんがオーナーのパン屋さん、5分前から非常に並んでました。はい、これ余談です。これねパン、私は今日も買わなかったですけど、これパンです。朝はこのパンだけで1種類で、昼はレーズン入りのパン1種類売ってるって言ってました。はい、余談でした。でこのサンドラック四日市店に行ったところ、これ売り場所玄関のところ、テピカジェルはありませんでした。でこれもう一個奥の売り場、唯一テピカジェルの陳列棚ここにありますね。でここにも手先指用のアルコールジェルってあるんですけど、これは私実は昨日間違えて買ったんですよ。ハンドラボでなかった、これ中国製のものなんで買った後に返品に来ました。ちょっと疲れました。これねサラヤのハンドラボの、あのデザインにちょっと似てるんですよね。だからちょっと同じ種類かなと思って買ってしまったんですけど、実は中国製だったんで、あの間違いで買いましたんで返品に来ました。でここのマスク売り場ですね、これがアイリスオーヤマのマスクがたくさん置いてるとこです。ここに置いてるのは私の好きな方のマスク、ちょっと大きめのマスク、個別包装でない方のマスクをいっぱい置いてるんで、これを好んで私は買ってます。この日も買いました。でこれが新しく追加になったとこ、ここからファイン四日市浜田店ですね。ここにね、あの掘り出し物が結構あるんですよ。詳しくはまあ言いませんけども、
で結構そのテピカ汁も入ってるような感じだったんで、まあついでに見てみようかなと思ったんですけど、まあね、売り場所は2箇所ぐらいで、結局テピカ汁ありません。まあ、あんまりないんですよね。これも消毒液もマスクもちょっとメーカー不詳、ハンドジェルもありませんでした。はい、ということで収穫はね今日はありませんでした。まあ最近のそのコロナの第2波が流行ってきてるっていうこともあり、またマスクはねどこのメーカー問わなければたくさん出てますけども、消毒液もどこのメーカー問わなければいっぱい出てます。でも本当にねウイルスに効く、コロナのウイルスに効く信用のある消毒液っていうものはハンドラボとテピカジェルぐらいしか私はないかなって気がしてます。例のこの前言ってたアルボナースっていう病院用の消毒液ね、あれアルコール 59% みたいです。なので本当に新型コロナにあれ効くのかなってちょっと不安なんで、結局いいのはこのテピカジェルとサラヤのハンドラボの消毒液の2つですね。テピカジェルがこの前出したんで、これさっきも出したサラヤのハンドラボね、これの2つになると思います。はい、以上になります。皆さんお気をつけて、不要不急の外出は控えるようにしましょう。ではさようなら。